来た来た来た。お、来た。いきなり。いきなり米津玄師。なんかジャケットか。なんだ。あ、この間のアーシャこれか。アザレアだったのか。いつだかの雑誌の表紙みたいな感じだな、雰囲気。うわ、車ひっくり返ってるやん。どういうこと？ あ、結構今回は前回のジャンクと違って米津玄師メインのフォーカスなんだ。首がもうこんなやん。鳥みたいになってない？なんかそういう鳥いなかったっけ？あ、衣装変わった？あ、ジャケット、黄色いジャケットになった。どここれ？日比谷かなんか？どこ？バウンディみたいな髪型の人いたよ、今。なんかドラマーの匂わせ系みたいなのあるかな？これドラマっぽい、このシーンみたいみたいなのあるかな？あ、今アザリアの花映った？車じゃん。あ、バンプのスーベニアみたいなシーンだったね、今。でもまた車やな。あ、はい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 。要所要所アザレが出てくるな。めっちゃくる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 回ってるやん。今2万1000人見てるわ。黄色いジャケットなんだ、てか。赤とか青とかじゃなくて。花が赤で MV が青っぽいから黄色にしてるのかな。あ、また黒いジャケットに戻ってきた。もうこの間のアーシャの衣装とは違うか。え、もう終わった？え？え、終わった？え？もう終わった？嘘。なんか MV 見てたら、え、気がついたら終わってたんだけど、マジ？最終的に2万3000人見てる。やば。この3分間で、たった3分間で2万3000人集まって、終わった後もこんなにチャットラン流れてるの。やばない、普通に。終わったんだよ、もうすでに。え、マジ？え、体感30秒ぐらいだけどな、今。え、体感は30秒ぐらいだったけどな。え、いいな。え、体感30秒ぐらいだよね。終わってるよね、僕。え？マジ？あ、皆さんお帰りなさい。皆さんお帰りなさい。なんか意図せず、照明が青っぽいけど。はい、皆さん、お帰りなさい。終わったのにまだ MV 動いてるよ、これ。チャット欄、こんな動いてるよ。やばくない？マジかよ。夜の海、高速道路、夜景、ライスピニング。まあ確かに言われてみれば、視野が好きそうな要素だな。こう、全然目立たない感じでアザレアの花がふって映る瞬間が何度かあったね。マジか。え、なんか僕の思ってたよりもさらって終わったんだけど。え、そんなもんか？ 3 分って。なんか綺麗だったね。抽象度高めで、具体的に何かを描くってよりも背景をぼかしてるシーンも結構多かったし、場所が分かりやすいようなのもあんまなかったし、まあ、強いて言うなら最初と最後のその港のところくらいかなっていうところで、あとはもう場所が分かりやすそうなのなかったしさ、抽象度が高めだったね、今回。なんかそういう方が好きではあるけど、ちょっと食器だけかざしてください。マジか。 もう一回お湯を温めてコーヒー入れましょう。よいしょ。つなぎじゃん。そう、つなぎじゃなかったね。最近つなぎばっかだったじゃん。少し痩せたみたいで、なんかそんなことチャット欄でさ、ここで書いてる人もいたわ。あ、そろそろ動きが緩くなってきたね。もう終わったから。チャット欄閉じ始めてるから、みんな。なるほどな。MV。よかったな、今回。ちょっとじゃあチャット欄はもうこのぐらいにしとこう。今回、でも米津玄師本人コメントあった？どうだった？あった？僕はなんか見つけられなかったけど。オートにします。MV 良かったな。
今回本人来てなかったよね。そうだよね。なんか。そうだよね。本人いなかったよね。僕が見る限りはいなかったんだけど。そうだよね。間違ってないよね。いいね。してくれた人たち、ありがとうございます。ありがとうございます。初めて来たって人いるのかな？わかんないけど。MV に見とれててちゃったら見てなかったです。で、僕見てたんだけどさ、本人のやつって目立つように出るからさ、あれなかったなっていう気はしたんだけど。まあ、いつもいつもいるわけじゃないか。まあ、そりゃそうか。でもあれじゃないの？後でさ、あの、なんかその、ツイッターじゃなくて X か。X で、ありがとうございましたみたいなやつとか来たりするんじゃないの？1分ぐらいしかないかも。昨日0時に配信した時のホストさんのリアクションのノリのテンポの取り方、取り方が一緒のところがあってびっくりした。なんかさ、あの鳥みたいな、こういうやつあったよねみたいな。鳥じゃん、なんかそういう鳥いるやん、あれ。黒の革ジャンな、まあ着てたな。革ジャンとか着れるようになりてえよ、僕も。まだ本人何も言ってないね。他の仕事してたりとかすんのかな、実は。じゃあ、みんなかっこよかったな。なんかそう、だから僕が欲しかった MV は結構近いよね。抽象度高めで、もっと言うと、だからもう前髪分けスタイルじゃない時の米津玄師はかなり好きだったから。でもね、多分あの MV の暗さで前髪下ろしてたらもう顔も見えないし、全体的に真っ暗だし、なんだかよく分かんなくなると思うからね。分けてて正解だとは思うわ、確かに。しっとりと良き MV でした。そうな、確かに。いつもと違う、なんか素敵、黄色のジャケット。そう、黄色のジャケットってあんま見たことないよね、今まで。今まであんまないよね。びっくりしたな、それは。まあ確かにそうだ、あんまないかもな。あったのかな、今まで。黄色いジャケットなかなか目立つよ、なかなか着れないしね。なんかハイセンスでさ、僕はちょっと自分は真似できないなって感じ。夜に見れる。ああ、まあ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 。いや、ネットフリックスのさ、2のポストとか広告とかさ、坂口健太郎×有村架純ってやってんだけどさ、僕的には今回のドラマさ、生田斗真の方が好きなんだよな。てか生田斗真の方が先に出てくるじゃん。坂口健太郎後から出てくるじゃん。2話ぐらいから出てくるじゃん。生田斗真の方が好きなんだけど、生田斗真メインとしてなんかあんま出てこないんだよな、広告とかで名前を見る分には。あんな感じでデート待ち合わせしてたらいいな。あんなあの港の端っこのさ、人が全くいないとこに寄っかかってこんで、怖いでしょ、あんなとこだったら。ネットフリ1位、1位って何のランキングそれ。まあ、とにかく、まあ、1位おめでとう。とにかく1位おめでとう。マジか。今回の MV どう？なんかさ、爆発力があるんじゃなくて、こう染みてくる、後からどん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 って感じだね。どっちかっていうとそういう風に僕は感じたかな。もうすでに 4.9 万再生だった。バケモンやん。今後どうなるかだよね。この爆発力があるわけじゃないからさ、またそこが問題になってくるけど、どっちかっていうと新規の人っていうよりかは既存のファンの人が喜びそうな構成かな、どっちかっていうと。ポーが少し痩せてるように感じた。なるほど。いや、痩せてたか。ちょっともう一回ちょっと音出さずにさ、見てみる、映像だけ。痩せてたか。そういう風には僕見えなかったけどな、今。痩せてた？そう？チャット欄にも流れてたけどさ。